お待たせいたしました。まちづくり市民フォーラム人口減少社会にどう立ち向かうかにご来場いただきまして誠にありがとうございます。本日司会進行役を務めさせていただきます柏崎市企画制作課の小林でございます。どうぞよろしくお願いいたします。はじめに主催者を代表いたしまして柏崎市長相田博がご挨拶を申し上げます。どうも皆様こんばんは。本日は大勢の皆様からお集まりをいただきまして誠にありがとうございます。このまちづくり市民フォーラムの開会にあたりまして一言ご挨拶を申し上げたいというふうに思います。柏崎市が高柳町そして西山町と合併いたしまして今年で10年目を迎えたわけでございますけれども、今柏崎市ではですねこの地域経済の活性化あるいは雇用の問題をはじめといたしまして少子高齢化人口減少過疎化の進行そしてまたこの原子力発電所のですね安全性の問題などですね市を取り巻く環境は大変厳しいといいますか課題が山積をしているところでございます。このような難局をですねいかに乗り越えていったらいいのかということで今後どのようなまちづくりを進めていくのかまたどのような将来ビジョンを描いて進んでいくのかそのことについてですね市民の皆さんと一緒に考えたいというふうに思っております。現在市が進めております施策などの最上位計画と言うべきものは第4次の総合計画でございます。この計画につきましてはですね来年度平成28年度をもって一応終了することになっております。従いましてそれに続いての第5次の総合計画平成29年度から38年度までの、10カ年の新しい計画ということになりますけれどもですねこの先の新たなまちづくりの指針これについてですね今市民各界各層の代表の方から委員を引き受けていただいてこの総合計画の審議会の場でこの策定作業が始まっているところでございます。合わせましてですね現在ご承知のように国が進めておりますこの地方創生の取り組みの一環といたしまして柏崎版の人口ビジョンそして町人仕事創生総合戦略これらをですね今年の秋までに策定をすることとしているところでございます。これらの計画や戦略特にこの総合計画でございますけれどもこれについては今ほど申し上げましたように10年後あるいはその先のですねを見通した柏崎市のまちづくりの方向性や将来のまちの姿ありようを描く極めて重要なものとなります。従いましてですねこの先ほども今申し上げましたけれども全国的に大きな問題として取り上げられておりますこの地方都市における人口減少とりわけ少子化の進行や若者のですね大都市圏への流出こういったテーマを中心にしながらですねこの地方はもとより国を挙げて取り組みが進められているところでございますが本日はこのまちづくり市民フォーラムの中でですねこの人口減少社会にどう立ち向かうのかというテーマのもとに議論を進めてまいりたいというふうに思っております。
地方都市における人口減少の問題、このことは何も今日に始まったことではないわけでございます。日本全体がこの人口減少の時代に入り、またその進行が極めて早いということでですね、いよいよ重要なですね、局面に差し掛かっていると言ってもいいのではないかというふうに思いますけれども、この特に地方における人口が減少していくという問題は、これそれぞれの地方の問題であると同時に、我が国の将来の在り方にも大きな影響を与える課題でもございます。国を挙げて取り組むということは、その必然性があるわけでございます。この後の基調講演ではですね、元総務大臣で現在野村総合研究所の顧問、そしてまた東京大学公共政策大学院の客員教授でいらっしゃいます増田博也様から、人口減少社会における地方都市の在り方と題してご講演をいただきます。増田様はご承知かと思いますが、この日本創生会議の座長をお務めになって、一昨年から昨年にかけて消滅可能性都市という概念を提唱されて、この問題に対して警鐘を鳴らしてきておられます。ご講演を通しまして、この人口減少社会における地方都市の在り方について示唆に富んだお話をお聞きできるものと思っております。この基調講演の後に、基調講演に続きまして、増田様と、そして、前の新潟県知事で現在、新潟国際情報大学の、学長、また今柏崎大使もお願いをしております平山郁夫様をお迎えをし、私も含めてのですね、パネルでディスカッションを、行いたいと思いますが、明日の柏崎の町、暮らし、仕事というテーマで、柏崎が目指すこの地方創生について語り合いたいというふうに思います。そのモデレーターといたしましては、昨年まで明日の柏崎づくり事業の取りまとめに関わっていただきました東京都市大学環境学部教授で幸せ経済社会研究所の所長でいらっしゃいます枝広純子様にお願いをいたします。ご登壇いただく皆様はですね、大変ご多忙な方ばかりでいらっしゃいますけれども、この柏崎市の将来のためにお力添えをいただきますことに深く感謝を申し上げる次第でございます。今日は時間が限られている中ではございますので、それぞれの皆様のお考えを語り尽くせないかもしれませんけれども、最後までご清聴をよろしくお願いをいたします。ご来場の皆様にはですね、この柏崎市が直面をする課題について議論、認識を深めていただきながら、この町に潜在をする新たな可能性、そしてまた安全で安心して暮らせる魅力ある持続可能な町の発展に向けての方向づけをですね、一緒にお考えいただければというふうに思っております。この市民フォーラムが明日の柏崎の町づくりの方向性を見出すよすがになりますことを記念いたしまして、開会にあたってのご挨拶とさせていただきます。どうぞよろしくお願い申し上げます。どうもありがとうございました。それでは第1部に移りたいと思います。若干、準備の都合がございますので、少々お待ちください。
ではお待たせをいたしました。第1部では増田博之様から基調講演をお願いをいたします。増田様のご経歴につきましては今ほどの基調の挨拶並びにプログラムに記載してございますので割愛をさせていただきます。本日は人口減少社会における地方都市の在り方と題してご講演をいただきます。増田様どうぞよろしくお願いいたします。皆さんこんばんは。ご紹介いただきました、増田と申します。次のパネルディスカッションの方でも、お話をさせていただく機会をいただいておりますが、まず冒頭に、50分弱ですけれどもこのような形で話をする機会を、まず感謝を申し上げたいというふうに思います。で岩手の知事を以前しておりまして平山知事さんにも大変ご指導いただいたわけでありますが、その頃から、当然のことながらこの新潟県よりももっと人口減少がですね、早く岩手県では起きておりましたので、特に若年人口の減少ということは大変気になっておりました。市町村長さん方誰しもが、小学校の統廃合をですねやりたいと思ってやっている人は一人もいないわけで、もうやむにやまれず小学校を統廃合しなければいけない、その子どもたちの数が少なくなってきている。地方に行けば行くほど、もちろん小学校というのは教育、義務教育の大事な基本的な場でありますが、他にも地域のコミュニティの、その基礎となっております。いろんな機能を果たしております。しかしそういう基盤がですね、どんどん崩れてきているんだなということを感じていたわけでありますが、この市町村ごとに例えば若年人口がですねどれだけ今後、推移していくのか、そういうデータというのは実はあるようで、その当時じゃなくてですね、私が1995年から2007年まで、3期12年、知事を拝命していましたけれども、日本で、こういうその市町村単位で将来の推計人口、それも全体の数ももちろんそうですが、その年齢別にですね、若年層、それから生産年齢人口、それから高齢層という形で、どういうふうに推移していくかというのがですね、出るようになりましたが、実は比較的最近、2003年に初めて社会保障人口問題研究所というところからそのデータが発表されました。今は、3回目のデータということになりますが、2010年に国勢調査がありましたですね、今年は5年ごとの国勢調査で、その後震災の後初めて行われる国勢調査の実施年ということになっておりますが、2010年にあった国勢調査に基づいて、2013年に市町村ごとに、ですから柏崎市の、年齢別に男女別にどういうふうに30年後の人口が変化していくかということが出ました。こういうデータをきちんと見てですね、それで将来のことをやっぱり考えていくべきではないかと。所持権のデータも出ておりますが、昨年そのデータに基づいていろいろ分かってきたことをまとめて将来に向けてということで提言をいたしたところでありますが、国の方の地方創生も、そういった提言なども含めてですね、いろいろ将来についてやっぱり地域の経済が非常に疲弊している、そして社会保障などはですね本当に維持できないぐらいの、これからの変化が出てくるであるか、そういう危機感があって地方創生ということにつながっていったんだと、こういうふうに理解をしております。この柏崎のこと、あるいは新潟のことなどについて次のパネルディスカッションでですねさらに深く議論する場もありますので、今のこの第一部で私が申し上げますのは、今全体でどういうふうに全国的に、あるいは国の方でですねどういう動きが見えていて、それに対して政府としてはどういう取り組みをしようとしているのか、できるだけそのあたりをですね次のパネルディスカッションにつながっていくような、そんな議論の材料を提供していきたいというふうに思っております。お手元に資料印刷もしてくださっているようですが、私の方はこちらで少しご説明していきたいと思います。
人口が減ると、今回のというか、我が国で初めてのような状況でありますが、人口減るということについて、やらなければいけないこと、やはりそれにはまず生まれてくる子どもたちの数を増やしていくということが、まず第一に考えられるわけですが、じゃあ一体どれだけの量でどういうスピードで人口が減っていくのか、これ日本全体 の傾向であると、下のバーがあるいいですかね、これ大体分かると思います。鎌倉幕府以前からもずっと数字が出ておりますが、このあたりですね、明治期になってから我が国の人口はですね、急激に増えて、大体140、150年の間に9000万ほど人口が増えました。で、その人口も1億2800万で、2008年にですね、ついにストップにしました。問題はここから先のところなんですが、今出てきている推計によりますと、この将来推計、もうこの140年間で増やしたそれ以上のスピードでですね、人口が減っていくであろう。2100年、ちょうど85年後ですが、そこでは、高位推計とか低位推計とかありますが、通常ですとこの真ん中のこの推計を使いますが、それによっても5000万を切ってしまうというですね、大変驚くべき人口の減少で、問題は2つあって、これが途中でどっかで下げ止まれば、それはいいことだと思うんですが、今のところ、下げ止まるということがですね、推計上は出てこないということです。それはどういうことかと言いますと、これは2つ目のことなんですが、要は年齢構成がですね、よくピラミッド型になっている。これは普通の一般的にやっぱり若い人たちの年齢層とかが多くて、だんだん途中で亡くなる方がいらっしゃって、そしてある年齢層までいくと、大体そこで寿命が終わってですね、それで皆さん亡くなる。ですから大体こう一番健全だというか正しいという意味がこの場合にいいのかどうかですが、一番いい形はやっぱり台形状のですね、ピラミッド型になっている。でこれをそのピラミッド型とよくこう図を見ていってるんですが、日本の場合には団塊の世代などがですね、今だいぶ高齢層になってきましたが、そこが一番人口が多いのでですね、逆ピラミッド、ひょうたんを逆さにしたような感じにもなってるんですが、一般的に逆ピラミッド型っていいます。でこれがさらにはですね、極端に言えば逆三角形になるぐらいのですね、子どもたちの1年間に生まれてくるその数が年々減ってきているということで、結局こう下げ止まらないということは、違う表現をすれば年齢構成が逆三角形にも近いぐらいの形になる。これはもうそのことで明らかに分かりのようにですね、社会保障をこれで維持することができるかどうかということにつながってきます。で、ちなみに生まれてくる子どもの数がですね、年々減っているという状況はよくこういう図で表現されますが、1947年、からですね、ずっと昨年までの、推移ですけども、ここの縦軸がこの黄色いですね、ところが1年間に生まれてくる子どもたちの数。私は今63で、昭和26年、1951年前ですから、大体この辺りですが、そのちょっと前がいわゆる団塊世代、一番、1年間に生まれてくる出生数が多い、人口の塊のようなのがここにあって、その子どもたちが団塊ジュニア、第二次ベビーブーム世代、これ1971年から72年、ここの年齢層も大変多い年齢層です。でここが実は昨年40を超えてですね、もちろん40を超えても出産される方いらっしゃいますけれども、数で見ますと、出産の 95% は、母親が20代30代の、そういう方から生まれているということなんですね。ここの本来であればここがですね、出産が、こういう団塊世代と同じぐらいに行われていれば、この辺りに第3次のですね、もう少し高さが低くなっても第3次の山が、あるはずなんですが、我が国では実はそれがなくてですね、もうずっと年々の出生数が下がりっぱなしで、昨年はとうとう、100万3500人だったんですが、ここまで1年間に生まれてくる子ども
少数は下がってしまった。年間で3万人弱ぐらい前の年から減りました。でこれはこういう状況になりますとなかなか回復するというのは難しいです。よく人口学の専門家の方々は少子化の罠というふうに言うそうなんですけれども、こういう少子化が始まるとですね、先ほどちょっと言いました小学校なんかどんどん統廃もする。それから今確かにそういう傾向が出てきてますが、例えばお医者さんでも小児科医とか産婦人科医の方にですね進まれる方がどんどん今少なくなっていますね。それはもちろん子どもたちの数が少なくなるからということだけじゃなくて、勤務態度もなかなか大変だということで、お医者さん方は経営する人が多いということもありますが、でそういう形で地域からお医者さんがいなくなったりするとですね、もうその地域は出産それから子育てなかなか大変な地域、少なくともその小学校にですね通わせるというのも大変だということで、ますますそこから人がいなくなる、この悪い循環がですね、少子化の罠というふうに言われているんですが、こういうサイクルに入っていくとなかなかやっぱり回復が難しい。で実は今年もう半年経ちましたが、おそらくというかこれはもう確実ですが、今年生まれてくる子どもたちは100万人を切る、97万、そこそこぐらいの数字になるんじゃないかと思うんですが、ここの段階ジュニアの世代がもう40を超えてですね、なかなかもう出産ということに結びつかないとすると、20代30代から 95% 出産されますので、このぐらいまでが、子どもを出産する一番の主力となります。このように年々数が減ってきてるわけですね。こういうふうにかなり急激に減ってくると、したがってこれが一方率でいわゆる出生率というそのデータ、ここは日の絵まで年の迷信ですけど異常値ですので、ここは無視しておいて、大体この辺り学会世代ジュニアの辺りは少し上がったんですが、またぐっと下がりっぱなしで、2005年にはとうとう合計特殊出生率が 1.26 まで下がったとしております。2005年、ちょうど10年前なんですが、これ数字はですね改めて申し上げますと 1.26 とか 1.57 とか 1.42 って書いてあるんですが、要は2人の大人からお父さんお母さんから子供が2人生まれると2ということになってですね、人口を維持するためにはこれ2がないとダメだと、増えもしませんけど2人生まれてれば減らないと、正確には 2.07 なんですが、それが 1.26 まで減ったんで、先ほど言ったようにもう逆三角形に近いような形で生まれてくる子供の数が入っている。でなんとかそれがですね、ここで少子化担当大臣を初めて置いていろんな少子化対策をやって、その後ずっと上がってきたんですが、結果として我が国は出生数は上がらない。この普通ですとですね、出生率が上がるとこの出生数も上がっていくんですが、我が国の場合には上がらないというのはですね、要は20代30代の父親母親たるべきその若い人たちの数、さらに言うと20代30代の女性の方の数が年々こういう形で激減している。この程度出生率が上がっただけではですね、出生数の増加に効いてこない、そういうところまで今来ていると、これがなかなか厳しい現実でありますが、今の我が国の姿であります。そしてさらに言いますと、それにしても8年連続で上がっていた出生率がとうとう9年目の昨年は下がってしまいましてですね、 1.43、 前の年は 1.43 だったんですが 1.42 に下がったと。で専門家の皆さんとお話聞きますと、これからはこの出生率もよほどの対策を取らないと緩やかにではありますがまた下がっていくであろう。要するにこの辺りの出産の40手前で出産するというピークがもう過ぎてしまったんですね、という状況になっているというですね、厳しい現実を頭に入れておく必要があるんじゃないかと思います。私の、今こう見ているいろいろな資料を取り寄せての推計によりますと、これは実際ほとんどなのかどうか、これから の対策が、成果出てくるかどうかにもよりますが、おそらく2020年の東京オリンピックよりももっと前に1年間に生まれてくる子どもたちの数が今度は90万を切ってしまうんではないかというふうな、そういう状況であります。この
実は出生数が減るのはですね、仮にそういう形でどんどん減っていくのが止まったと、前年と同じぐらいだということになったらですね、総人口で、これが目に見えた形で成果が出てくるというのは実は本当に気の遠くなるような先になります。これちょっと変な言い方ですが、生まれてくる子供たちというのはですね、どういう人でもとにかく0歳児を出産するわけですから、いきなり20歳の子が生まれてくるんだとですね、翌年からは その子たちがまた出産ということになってくるかもしれません。そういうもんじゃないですね。ですからここで生まれた子供たちも今の日本のデータですと、だいたい初婚年齢の平均がちょうど30です。男女とも30点ちょっと、あるいは女性で29点いくつ、まあほぼ30です。そうすると日本の場合には非着室死と言われているですね、婚外子とか言われますが、そういう子供っていうのは非常に少なくて 2% なんですね。結婚した男女から 98% の子供が出産されてますので、出産あるいは出生数を増やすということにつなげていくためには、その前にまず結婚していただかねば、そしてその結婚も総婚であればあるほど子供の数が多くなるって、これはデータで出てきてるんですが、今日本は晩婚、まあ今言いましたように30になってからやっと結婚する、都市部ではもっとずっと遅くなったんです。まあ、そういうことですから、ごくごく短い間に、もう40過ぎるとだんだん出産が難しくなってきますので、その間に出産ということは行われるんですけれども、まあ、ですからここで生まれてきた子どもたちもですね、30年間は、出産ということは基本的にはないというふうに考えますと、ここで、少し数がですね、前年度同じくらいになったとしても、その将来的にその成果が出てくるというのは少なくとも30年でもっと後、まあ、こういう人口のことを見てますと、どこの国でもその総人口が少しずつ変わってくるというのは2世代ぐらい、最低でもやっぱり60年か70年ぐらい経たないと、こういうその傾向の変化というのは目に見えた形でなかなか出てきていないというのが実情であります。したがって、まあ、それにしても出産の出生数の数が増えるということが人口減少をですね、食い止めるというか、この問題のですね、いろんなマイナス面を、正していくためにどうしても必要なことですが、ただこのことはもう皆様とお分かりの通りですね、非常にデリケートな問題です。基本的には結婚というのは当事者が判断することで、まあ、戦前はいろいろが先ほどのこれご覧いただきましたように、これだけ人口増えてたんですが、まあ、ともすれば国力を増強させる富国強兵、それもとにかくやっぱり国民の数を増やさないといけないので、運命を増やすよみたいなことがですね、連日に行われてきたわけですが、今もう時代が全然違うんですけれども、かといってここまで人口が減っていくということで、まあ、これをどうするか、当然さまざまな手厚い少子化対策を実施していくということが基本だと思うんですけれども、それをさらに通り過ぎて、今は以前に比べて相当やっぱり結婚あるいは家族も子どもたちを持つということに対してはですね、価値観までやっぱり変わってきているところがあるんだなという気がいたします。こういうことをですね、変えていくというときにですね、どういうことがやっぱりできるのか、まあ、出生数がとにかくやっぱり増えていく、そしてそれをみんなですね、若い夫婦だけじゃなくて地域全体がそれを本当に喜びと感じる、そういうことが地域の豊かにしていくことのやっぱり基本なんだというふうになるまで、いろいろ考え方がですね、変わっていくということが基本だと思うんですね。非常にデリケートな問題、そしてその場合の国の役割、それからその地方地域の役割っていうのもその中であるだというふうに思いますし、それから行政でやる、いわゆる官でやる役割っていうのもあると思いますし、それから民間の力ということもあると思います。で最終的にやっぱりそのご当人がですね、やっぱり納得してきちんと理解した上で、この少子化問題にですね、
きちんと、対応していくということを、そういう世の中にできるかどうか、それが地域でですね、地域単位でそういうことが可能なのかどうかということを考えていかなければいけないというふうに思います。これから先ほど市長さんお話になりましたように総合計画ということもありますし、それから地方の創生の関係でですね、総合戦略づくり、両方非常にオーバーラップする話ですし、どちらも射程距離というかですね、相当長期にわたってこの地域を少しでもいい地域にしていくためにですね、短期的に来年、再来年の効果というのは非常に長く、これからの地域の行く末をしっかりと議論していかなければ問題、いけない問題だというふうに思うんですが、その際にはしたがって、こういう地域でもですね、いろいろな価値観を変えられるようなそういうところまでの議論をですね、環境改革の議論をこの問題についてしていくということが大事だと思うんですが、ちょっとこちらの方をですねご覧いただきたいんですが、先ほど出生率も一歩低くなっているということを申し上げましたですね、このことで少し上がってきたんですが、結局また昨年下がってしまったので、少し悲観的なデータですが、2020年もっと前にもう年間の出生数がおそらく90万切るところまでいくと思います。これの推計だと結局さらに先に80万切るところぐらいまで多分いきそうな気もするんですが、まあそれは別にしてもそういう中でですね、これが都道府県ごとの実は出生率のデータでございます。新潟は全国平均ちょっと高い、全国平均先ほど言ったように 1.42 なんですが、新潟は 1.43、 まあ例えてますとほぼ全国平均という、東京が非常に低い、これはまたいろいろな要因がありますが、じゃあ高いところはどこなのか、県でいうと沖縄県が 1.86、 前の年は 1.94 ですから圧倒的に高い。でこれを市町村ごとに見ますと、ここに出ておりますが、やはり沖縄の市町村が大変多いし、それからトップは鹿児島、ほとんど沖縄に近いですね、徳之島の伊仙町というところですが、ここは今でも 2.81 出生率でですね、あそこの大久保町長さんのお話をいろいろ聞きますと、もう次発表になると多分3を超えているというようなことをおっしゃってますが、これをご覧いただきますと、南の方に位置する特に離島の、市町村が多いということにお気づきになると思います。人口維持する水準、正確に言うと 2.07 と言われていますが、そこから上の、市町村は数でいうと16ございます。だいたい全国で1800近い市町村がある中でたった16ですから、本当に限られたとこではありますが、しかも離島が多いんですが、でも実際に出生率が大変高いところがあると。でこれは一体そこに共通する要素は何なのか、離島でありますが、ですから地域の意識というのもですね、非常にこうまとまった形で根付いているんだと思います。経済的要因から見るとですね、決してその数字から見える豊かさとは少し違うようなところ、所得も水準もですね、必ずしも高くないところですが、結の精神、結もあるとかというふうに言いますけれども、地域でしっかりとこう子育てを絶対で支援していくような、そういう仕組みが根付いている地域であることは間違いありません。それから一番上の伊仙町などいろいろ話を聞きますとですね、もう敬老会から見たら必ず子どもたちをそこにですね同席をさせて、みんなで子どもたちは地域の宝である。で敬老祝い金などもかつてはあったようですが、むしろもう子どもたちのそういったものをどんどん支援していこうということで、全部いろいろな自治体での支援策をそちらに切り替えたということもしているという話もありました。それぞれのところでいろいろな考え方、それからやり方があるというふうに思いますが、申し上げたいのは、現実にこういうその出生率が大変高い地域があり、何かそこで、共通するですね、ものが、あるのではないかという気がいたします。こういったこともこのそれぞれのですね、日本全国のどこの自治体にも共通する話ですが、やはり、しっかりとですね、なぜやっぱり議論していく必要がある。
で、こういう話をしたり、それからこういうことを皆さんでですね、議論していくと、必ずやっぱり途中でですね、一体この地方創生という時にですね、やっぱり数をどういうふうに意識するのか、数ということをどう考えたらいいんだろうかということに必ず議論がだんだんやっぱりなってきます。で、ここは大変難しいところがあって、それこそ地域でですね、そのみんなでの共通意識を作っていく上で、そのあたりをそのもう包み隠すことなくきちんと議論するということが大事だというふうに思うんですが、先ほどの人口があれだけ減っていくと、でそれも結局はその子どもさんがですね、都市部もなかなか出生に難しい地域、都市特有のところで、これは世界的にもそうですが、人口中密なところはみんな出生率が低いわけですが、今の日本は、岩手などまさにそうですが、かつては大変出生率が高かったんですが、農村部も驚くほど出生率が低い、価値観が随分昔とは変わってきているということがあるんですが、その時に、そういうやっぱり価値観がそこまで変わってきているんですね。どう数、それから子どもたちの数っていうのをどういうふうに考えていったらいいのかということになります。おそらくこの地方創生ということはですね、私は今いらっしゃるその各地域の人たちがやはりこういう人口が減っていく中でも豊かな生活が送れるようにですね、いろいろな仕組みを見直しをして、縮小するんだけれども仕組みを変えることによって豊かさをなんとか維持できないかという、それからあと今いる人たちではなくて、やっぱり基本的には多くはその人口が減るということは次の世代のに関わってくる、あるいは次の世代に関わってくることですから、そうするとその次の世代や次の世代の人たちにとって過剰な負担をですね、先送りするようなことになりはしないのか、そのあたりもこう長いその射程でですね、見ていく必要がある。で、結局いずれにしても生活の豊かさをどうやって高めていくかというと、経済学でいうとですね、人口が減るということは多分経済学でいうと3要素で資本と労働と生産性ということになりますが、人口が減るというのは経済学でいうとおそらく労働力人口というふうに置き換えられて、労働力人口が減る、労働の投入量が減れば、それは生産性を上げることによってカバーをする。生産性を上げるというのは、その働き方のですね、例えば企業の中で物を作るときの工程を見直すということもあるかもしれませんし、さらに言うと今流で言えばロボットを活用したりですね、それから ICT の力などを活用して、人の力ではない別のやり方でその人の数が少なくなることをカバーする、あるいはもっと効率的にしていくということなどを意味するんだろうと思います。そうするとこの、価値観的なその子どもたちを出産するといったような、そういう非常にデリケートな問題と同時に、この地域地域で人口減っていくというのは、どうもやっぱり若い人たちが、子どもたちを産まなくなったということと同時にですね、そこが少なくなったということと同時に、もう一つ皆さん方すぐに気がつかれることは、高校生ぐらいまではここで高校に行ってですね、学んでるんだけども、その後地域から出て行って、そして将来的にもう戻ってこないという人たちがかなり出てきている。そちらも影響があるのではない。こういうふうになっていくと思います。で、そこはこの次、これですね。全国的に見ると確かにそういうことが多くのところで起こっていって、日本の場合にはほとんどの地域が、若い人たちがそこで生まれ育ったとしても、働くとき、あるいはその少し手前のですね、大学進学のときに地域から外に出ていく、これは細かい字で年数が書いてありまして、60年間、1954年から昨年まで2014年間のこの上の0から上は県域で見て、そこでの人の出入りをですね、トータルとして転入超過になっているか転出超過になっているかということを見たものですが、三大県はずっとこれが高度成長期ですね、前の東京オリンピックの前後からそのちょうどオイリックショックまでのあたりですが、この間はですね、三大県の方がこれだけ転入超過、地方県に従って多い年は年間に65万人ぐらい転出超過になっているということです。で、それが
バブル期ですね、1980年代でバブルが終わった後も、まあ、2000年ちょっと前からずっとまた三度ということになるんでしょうね。地方圏から人が出て、それが三大圏。もうここからは1980年代ぐらいから東京圏だけが結局最終的には人を増やしていってる、転入超過になっている、こういうことで、まあ、震災の時に少し2年ほどそこが止んだんですが、またその後、最近になってさらに東京圏の集中がですね強まっている。これは、東京オリンピックが間もなく5年後に開かれますが、そういったことで東京は今大変な極端な人手不足になっています。この、動きっていうのはですね、実は有効求人倍率と非常に関係している。そことの相関が非常に強い。今有効求人倍率が、国全体では直近の数字 1.19 まで上がったと思いますが、どうもそれ以上に増えていて、失業率も、まあ、逆に下がってきています。そうなるとですね、まず大都市、特に東京に人が集まるという傾向がこれまでも出てきました。これからも多分そういうふうになっていくだろうというと、こう跳ね上がっていくんだというふうに思われます。その年齢層を見ると、確かにこの、これ住民投票から取ってますが、昨年転入転出のその状況を見ますと、これは東京圏への転入超過数ですが、20から24歳のこの年齢層、これは5歳刻みで分析できるようになっていますが、ここの層が一番多くて、次が15から19歳の層、これは多分22とか23のですね、大学卒業して就職するときに住民票を地方から東京に移している人たちが一番多い。それから15から19歳というのは、18の大学進学のときに東京の方にですね、大学に進学するために住民票を移して、私も大学で教えてますが、大学学生は住民票を移してない学生も結構いますから、親のところに置いてるっていう学生もいますので、実数はもっとここは多分多いんだと思います。結局29歳以下のですね、人たち 95% がこう住民票を移して東京に移っているところで、 95% がこういう若い人たちなんですね。でここは29歳以下 95% で、よくよく考えてみると、この層が一番出産、結婚したり出産する、そういう可能性を持っている世代ですから、そこが先ほど言いましたように一番出生率が結果として低くなっている地域、そこに、まあ、いろいろな事情で移っているというのがですね、日本全体の人口を減らしている、それから、東京圏以外の地域の人口をですね、急速に減らしている原因ではないか。この2つの、東京は 1.15、 前の年は 1.13、 その前は 1.09 ということです。東京都も決して手をこまねいているわけではなくて、大変なお金を投じて少子化対策をやっています。だけど成果がなかなか出てこない。まあ、ご承知の通り、保育所も少ない、それから通勤時間も大変長くてですね、残業の後片道、70分80分かけてこう毎日往復している、生活はかなり余裕を持てない。それから家も全体としては小さなところでですね、子どもさんがいっぱいそこで、で育てるというのはなかなかやっぱり雰囲気がない。それから出産教育、非常にお金がかかる地域、まあ、今夫婦共働きがほぼ普通になっているというふうに思いますが、子どもは何かで熱出したというときにパッと帰れるのが地方都市のいいところで、まあ、盛岡あたりでも食住、せいぜい離れても近接、食住近接で30分ぐらいの範囲の中でみんな暮らしているわけですね。そうすると子どもさんが何か熱出したなんていうときは、どちらかがパッと帰ってですね、そこの世話できるということもあるし、それから両親が今核家族が進んでいるとはいえ近場に対してですね、面倒見てもらうということもありますが、東京はなかなかそうだ。しかしいろいろな事情で、先ほど言いましたように若い人たちが全国から東京の方にですね集まっているということがあるわけであります。このまあ、これも20代中心ですね、いかにそこの層だけが東京に集まっているかということですし、世界的に見ると、まあ、ヨーロッパの、首都、それからアメリカ、ニューヨークですね、はむしろ戦後人口の比重ですね、
減らすかせいぜい横ばいになっている中で、日本だけ、東京だけはずっと一回した右肩上がり、まあ、先進国では日本だけ、東京だけですし、まあ、アジアの中で同じような動きをしているのはソウルが実は似たような動きをしていますが、まあ、他は必ずしもそういうことになる。いかに日本が一極集中ということをずっとですね、これまで続けてきたのかということもお分かりになるかと思います。で、まあ、これからあとはですね、霞ヶ崎の資料でありまして、確かに人口がですね、まあ、合併の関係があって少しあれですが、まあ、こういうふうに将来的に減って、このあたりは後でまた第2部の方でまた議論することができると思いますが、転出入の状況を見るとですね、若年層が、これ昨年のデータですが、若年層がやはりやや出ていく傾向があります。これは上が女性の方で20代30代の女性、だから下の方が20代30代の男性に限ってみたものですが、まあ、もちろん柏崎でお隣の長岡の方に出ていくという方もいるわけですけれども、まあ、全体とすると若年層がやや転出傾向にあってですね、そしてその中で、まあ、お隣にいろんな事情があって移るということはよく他の都市でもあるんですが、その県を飛び出て移っていく先って大体どこも、東京なんですか、東京区分なんですが、ここも同じように東京区分にいろいろな理由で移っていくと、まあ、特に新幹線もですね、通っているところでなおさら出やすいということもあると思いますが、こういうことが柏崎で出ています。それからこちらは合計特殊出生率のですね、新潟県内の各市のものを見たものですが、ちょうど柏崎は 1.52 ですから、新潟県全体が直近の数字で 1.43、 日本全体の数字とほぼ同じ平均ぐらいの県ですが、その中では柏崎は高い方にランクをされています。まあ、これがまあ、見方はこちらが自然増減、こちらが社会増減ということですが、柏崎はここに位置していますので、まあ、新潟、長岡とか三条などと一緒ですけれども、少子化対策をにいろいろと手を入れると、もちろん出生数も増えます。それから例えば魚沼市とかこの辺りはですね、鴨市とか村上市とかあります。ここはやはり社会が外に若い人たちが出ていく、そのために減るっていう、そういう影響がかなり強いところだと思いますが、まあ、そこほど人がですね、極端に出ていくということではない。でもやはり少しずつ外にですね、若年層の人たちが出ていく。それから少子化対策について言うと、もう少しこの出生率が上がるような、まあ、若い人たちのですね、ここでのそのニーズですね、きちんと満たすようなことをすると、もっとこの辺りでですね、人口面では、減少が縮小がですね、止められるだろうということになります。あとこれは産業別の従業者数とかですね、やっぱりその若い人たちがここにずっといるということは、働く場がやっぱり大事なので、これは後で次のところでも少し話を触れたいというふうに思っておりますが、まあ、こういうその大きな傾向を踏まえてですね、国でじゃあどういうことを今全体として取り組もうとしているのか、これはこの13ページと14ページと2枚のこんな町人仕事創生本部という石破大臣のところでできていますが、そこで今やろうとしていることの、まあ、各省がいろいろ絡んでいるんですね、全体像がやっぱり小さい字で、例えば地方大学を活性化させるためにどうしようかとかですね、そういったことがいっぱい各省の中で取り組まれています。大事なところだけ申し上げますと、国で2060年に向けてですね、長期展望として今決めたことが3つあります。2060年に1億人の人口を維持する、これがまず決まったことの1つ、冒頭のですね、人口がこれだけ減りますということがありましたが、実は2060年時点では今のこの減り方ですと9000万を切って8674万まで減るというのがこの推計になるんですが、それを1億人の、維持するということは、減りをこういうふうに緩くしていってですね、9000万を切るところまで減らない、こんな感じにしていく。ただ将来的に1億人で完全に下げ止まるということじゃない、その後ももう少し減ります。
この、政府の方の資料のですね、計算の裏になっているものを見ますと、最終的には2100年頃にだいたい9000万ぐらいの人口の減りでなんとか収めようというのが政府の今の考え、非常にハードル高いんですが、そういうことになっています。ということは逆に裏を返して言うと9000万でなんとか安定化させようということですから、まあ、4000万弱の人口がですね、これから80年ぐらいの間に少なくなるということはどうしてもやっぱり避けられる。そうすると地域的に見ると、それがですね、やっぱりこう、いわゆる過疎地域を中心にしてですね、極端にやっぱり人口が減ることもどうしても出てくる。ただここで申し上げておきたいのは、そういう人口減少ということはですね、もちろん社会保障の持続を続けていく上で、若い人からこうどん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 少なくなっていくからそういうことになるわけで、大変社会保障を続けていくのは難しい状況にもなりますが、ただきちんとですね、少子化対策などをしっかりやると、もう地域のやっぱり数は少なくなりますが、子どもさんがちゃんとですね、継続的に出産する、そういうその子育てもきちんと可能な地域にですね、全体とすれば小さくはなるけれども早く変わっていくわけです。で、今高齢層が非常に厚くなってますが、まあ、これはいずれはそこがですね、やっぱり寿命が来てですね、まあ、私なんかも間もなくすぐ高齢者層になりますが、いなくなるわけですから、そうすると地域が早く、東京よりももっと早く若返ってですね、もう一回よみがえる。計算によりますと高齢化率はずっと上がってきますが、途中で地方の方からきちんとした対策を取られたところは急激にまたもう一回下がる。その代わり全体の人口全体をですね、もっと縮小して、小さなサイズでがありますが、きちんと地域がですね、若返ってよみがえるということになります。先ほどの、まあ、これ後で時間がまた申し上げます。新潟県全体としても2040年、これごめんなさい、柏崎としても今のままですと 40% を超えるという高齢化率になっています。まあ、大体今30% ちょっと低いな、20% ぐらいの後半だと思いますね。そこまではこれから25年間までになって上がりますが、しかしきちんとした少子化対策などが行われていくと、そこがピークぐらいで今度は先にだん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 また、そこがですね、下がっていくようなことになります。まあ、そういったことも考えながら、これからのですね、少子化対策、そして仕事の場をどう作っていくのかということを、考えていく話だろうというふうに思います。ちょっと話がですね、ここから触れましたが、この1億人というのは国全体としてはそうです。それからそのためにも出生率を、まあ、今 1.42 ですが、まず 1.8 まで上げる、そして東京一極集中の是正、これも随分大議論があってですね、まあ、東京出身の国会議員が非常に多くなっている中で、これはダメだという人も随分いたようですが、ただ全国のそのいわゆる地方がですね、どんどんどん崩壊していくということは東京自身だって困る話ですね。これはもう今まで再三他局分散なんてことで東京一極集中を是正する政策は、叫ばれましたけども成果が出なかった。しかし今回ですね、こういうことを閣議決定されたわけですから、きちんと成果を出していかなきゃ。そのために何をしていくかというのがここで基本目標として5カ年戦略で決まっているわけですが、その大きな柱は一つは地方に新しい仕事の場を作っていく。それから、それを前提に地方に向かう人の流れを新たに作り出していこう。そして結婚、出産、子育てをもっと応援するように、そういう試みをしよう。それから地域と地域の連携をしよう。まあ、こういうことがこの中で項目として決まっています。まあ、あとは参考資料ですけれども、この最後にまとめてこの話だけして私の方の冒頭の話をおしまいにしたいと思うんですが、この人口が減っていく、あるいは東京の方は逆に人口がですね、地方から来て今までも増えてます。あと5年ぐらいの間は少しでありますが、まだ人口減ります。要は人口の動態も地域によって違いますし、それから減るということも出生率が本当は低いがために、そっちがよく効いて人口が減っていくの、あるいは出生率はかなり高いけどみんな働く場などがなくて外出ていくから
人口が将来的に減るのか、地域によって様々です。ですからこれは全国一律でこの問題を考えるようになっていて、地方独自、それから高齢者、高齢層の数が多くなりますが、そういう人たちは常に支えられる高齢者というふうに、これまでは社会保障などでは考えられてきましたけども、支え合う高齢者、あるいは元気な方がいっぱいいらっしゃるわけで、まあ、私もこの間体験しましたが、例えば脳波のちょっとした変化をですね、こういう介護スーツというのを着ると、脳波のちょっとした変化でこういうふうに入浴の介助をですね、こう解除するときはすごい重労働ですから、介護現場というのは若い人中心の職場になっているんですが、こうやって力仕事をしようという、そういう微妙な脳波の変化を先に捉えてです、ね、その重作業をうんと軽減するようなものも、まあ、まだまだ値段は高いですね、開発されているとすれば、こういういっぱい元気な方々もですね、介護現場でもっともっと活躍するようにもなる、こういう支え合う高齢者というのが今現実にですね、実現しつつある。だから機能循環から多機能混在ですが、まあ、中山間地域でさまざまなですね、人が減って、それで機能がですね、どんどんなくなっていく中で、もう別々に高齢者の対応、それから子どもたちへの対応の施設、それから買い物をする場所とか、全部多機能拠点を一箇所にして、それで地域をずっと支えている。まあ、こんなことがですね、必要だ、まあ、こういうのが、これからの、人口減少社会に必要になってくる。中間には地方の行政官というのは既存の制度にずっと親しんできましたので、そうではなくて、やっぱり地方議会などがですね、本当に地域のニーズをもっと組み出せるように変わっていけば、またその地域もさらに変わっていける。逆にこういう人たちだとか、この辺りに足を引っ張るようだと、将来ですね、なかなか今の仕組みから抜け出せないということです。まあ、やはり必要なことは、これまでの経験とか観点の人口、まあ、増加が前提になっていましたが、そうではなくて、人口はいずれにしても当然減っていく中で、きちんとデータに基づいて、将来見えたことに基づいて推計をし、それに合った仕組みを作るということで、仕事の場をどうやって作っていく、それから若い男女にとってですね、まず結婚する、それから出産子育てもどれだけ応援してくれるような、そういう地域であるかと、それからどうしても人口が減っていく中でですね、中心部にやはりコンパクト化をして、それでそこで機能を維持するような考え方というのが必要になってくると思います。無理してできるわけではなくて、これにも相当な合意形成が必要です。じゃあ財源どうする、それから東京一極集中の是正というわけですが、まあ、そちらの方に住んでいる人は非常に多いわけですから、そこをどうやって現実に局集中是正していくか、今までは結果としてはなかなかそうならなかった、今度はどういう知恵でそれが可能なのかということを、ぜひ総合戦略の中で、あるいは総合計画の中で明らかにしていってほしい。まあ、例えば雇用とか結婚、出産、子育てについてはいろんな考え方があると思います。結婚、出産、子育て、ずっとですね、この柏崎で生まれてからですね、ずっとここで暮らすという、そういうことをずっとこれから考えていく、あるいは大学などはですね、別にそこでうんと知識を得て、それで、さらに将来活躍するような、そういうことをですね、その時に、じゃあ隣の長岡にある大学なのか、東京の大学なのか、結局ふるさとにその後戻ってきてくれるということで、いろいろな多様な選択肢をどんどん応援していくという考え方があると思います。できればそれが県内でですね、完結するような地域づくりをしていくのか、まあいろいろあると思います。そういったことをいろいろな皆さん方に見てもですね、結局こういう点で集約化をさせて、総合計画をまとめ上げていく。まあ最後に申し上げますが、自己期間でですね、最後に申し上げますが、まあ、私は東京でいいことは、できるだけ若い人たちに地域に誇りを持ってそこで育っていく、で多様な選択肢は用意すべきですが、やはり価値観として地域をさらに優先させるように、できればこの地域あるいはその近場でできるだけいろんな政権を続
住みながらですね、育っていくような、まあ、そういうことが必要じゃないかと思いますし、それから一旦ここから外にふるさとから出てって行かれた方もですね、多世代にわたってどんどんやっぱり戻ってきてもらって、それでふるさと作りを応援していくように、できるだけその出さない、あるいは出てった人たちも戻す、それからこちらの地域の出身者ではないんですけれども、ここの地域の霞ヶ崎の魅力で引きつけられる、そういう感じを持つようなですね、そういう地域にしていく、まあ、それがこれからの我々の目指していく、各日本各地域でですね、東京以外の地方が目指していくべき方向性ではないかというふうに思います。時間がありました。私の冒頭の話は以上にさせていただきます。あとはパネルディスカッションの方でお話をしたいと思います。今日はどうもありがとうございました。大変ありがとうございました。今一度、安田様に拍手をお願いいたします。それではここで10分間の休憩に入らせていただきます。